はい、い、えー、塾の小部でございます今回もね、麻生財務大臣の動画に対してまあ、いろんなコメントがついております、えー、と、私は思うんですけどもコメント欄でね、誰かと争いたい場合は私のウォールを使うんじゃなくてご自身のアカウントを使ったらどうかなと思うんですよ私のウォールは私が管理してますんであんまりね、人を貶めるような言葉が並ぶのはあんまり好きじゃないんですよねあのー、人を貶めて嫌われるのは私1人でいいと思うんですよまあ、でですんでね、えー、ぜひね、コメント書きたたいところがあったら あの私のところにわざわざ来て書かなくてもいいんで、ご自身のね、アカウントを持ってると思いますねユ YouTube ね。そちらの方に書かれたらいいんじゃないかなと思います。そこで思う存分されたらいいと思うんですけどね。私はそういうふうに思ってますけども、まあ、でもコメントがこれからも並ぶことは、別に迷惑ではないんでね、えー、争いの種はご自身で消してください。えー、以上でございます。はい、えー、それではうちの上の方から、ね、読んでいきますんで、1時間前ということですね。長谷園さん、これでも銭を出しますかこれなんだろう ちょっとわかんないですね。お、すごいな。えー、むちゃくちゃ調べてるじゃないですか。これちょっとね、長すぎて私読む気がしないんで、えーと、これはね、何を書いてるのかわかりませんけども、ま、あいろんなこと書いてんだなと思うばかりでございます。はい。えー、で、深堀さんですね。2回目の追加です。自民党議員も麻生財務大臣を推薦したのに、一部の議員以外、みんなだんまり、もっと麻生に反発しないと国民は見ているよ。うん。 衆議院選挙が自分自身のために、えー、大事であればあるほど国民のために行動しないと国民は見ています。逆に菅総理、麻生、西村、田村、その他に反発することも衆議院選挙に当選率が高くなるかも自民党議員はもっと自分自身を見つめ行動してほしいです。議員は国民の代表なんだから捨て身になって頑張ってほしいです、えー。本当に今が大チャンス。コロナ感染のことでほとんどの国民はテレビを見たり、 情報も知っていいるよと言ってございますすごいですね視聴者さんの事情もよくご存知なんですねいやこれ深堀さんね私のところにコメント書けるも,もうご自身であの YouTube 発信した方がこれはいいと思いますよ多くの人を動かすことができると思います素晴らしいと思いますありがとうございます次批判は手下の YouTube ヤフコメがコメント削除で対応してまいりますなんだこりゃ憲法公共の福祉違反なんでしょうねこれはね まあなんかわかんないな。年金が一番安いのは3択です。麻生、朝鮮、NHK に財源がないと騙された年金です。お、またこれ長いのかなああ、これどうしたんでしょうね。こういうことはね、やっぱりね、ご自身のウォールでやられた方が私はいいと思うんですよ。うん、私これ興味ないですかね、こういうのね。<laughs> えー、はい、えー、次ですね。えー、田口さん。無論 企業主や経営者なども含むときに毎日100万ずつ配布したらどうなるか。あ、こういうのが好きですね。こういうのがね。はい。ありがとうございます。特に毎日100万円ずつ配布したらどうなるか実験してみたい。100万円ずつの配布をすると、今度はね、多分ね、これはインフレになりますね。要するに、お金が毎日僕100万ずつ入ったら、今までね、 買買えななかっったたものをみんんんでででうううとと思思すすよよそしてお金が十分あったら働く人減ると思うんですよじゃあコンビニで働く人いなくなりますスーパーで食品並べる人いなくなりますトラックで運転する人いなくなりますということでえー、みんながね商品が少なくなって製造が少なくなったところでお金だけ持ってるんで多分ねパン1個100円とかで買ってたものを俺は200円出すよって金があるからとか言ってね で、パンを供給する人は減りますんで、多分パン1個がね、なんか100万とか200万になっちゃって、結局みんなで貧乏になると思いますよね。はい。あくまで例えば、毎月か毎日100万ずつ国民全員に配布したらどうなると思う久保さんだったらどう考えるお前系消費税廃止など。消費税を廃止したら、適正なところまでデフレが、インフレに向かうでしょうね。で、えー、先ほどお話したように、毎日100万ずつ配ったら、さすがにね、皆さんいろんなものを買うと思いますんで、あのー、需要が枯渇しますよね。 あの供給が足りなくなくるんですよだから需要と供給のバランスを持って、えー、金融っていうのは考えていかないとお金を出したり引き締めたりとかしていかないと金利をね下げたり上げたりしていかないといけないですから毎日100万ともなると多分ね今スーパーで働いてる人コンビニで働いてる人トラックドライバーの方毎日100万入っちゃうと多分みんな働かなくなるんですよ。 そしたら、私たちの目の前に食品が届かなくなります。そして、水道局とか電気で働く人もいなくなります。だって、毎日100万だったら、今もらってる給料よりも随分上ですからね。うん。だから、働く人いなくなっちゃうんですよ。ということはね、お金っていうのは、多少、もう生活費のために無理やり働かせるための支配の道具なんですよ。これがないと、やっぱりね、ブラックロードをする人もいなくなるし、飲食店でバイトする人もいなくなるし、 本当にね、あの、何もかも終わっちゃうんですよ。だから、需要と供給のバランスを取る意味で、ええー、まあ、今はちょっとね、あのー、平均年収ってのは低いですけども、大体平均年収がね、600万とか700万ぐらいになると、うん、今よりも消費が活発になってね、で、バランス取れていくんじゃないかなと思います。今はね、物が余ってるんですよ。お金がなくって、安いものしか買わないから、あの、物が余っちゃってるんですよ。物が余ってるから、 売るために無理やり安売りするわけですよ。バンドルしてみたりとかね。うん。それでも売れないんですよ。売れないから、ああ、供給してる人とか製造してる人の給料が下がるっていう、こういうロジックですよね。はい。麻生太郎死なないかな。コロナだし、菅谷、安倍も <laughs> 組むなど。ええー、そうですね。人の死を願うことはさすがに麻生太郎さんに対しても私はないですね。うん。麻生太郎さんは、 元気で、頑張っていただければいいんですよ。ただ、財務大臣は向かないと思います。だから、財務大臣という職をね、知り添えていただければ、あの、きっとね、あの、ちょっと気を、あの、強気ないいおじいちゃんだと思うんですよ。まあ、そういう風なね、麻生さんも、全部が全部悪い人じゃないんで、財務大臣になったら悪人なんですよね。<laughs> えー、麻生太郎は死なないかな病気か何か。まあ、死なないでしょ。<laughs> えー、国民一人に100万出せ。土ケチ麻生太郎落選させましょう。それしかない。あ、このぐらいがちょうどいいですね。ぜひね、落選させましょう。 麻生太郎のポケットマネーでくれて言うのちゃうやろ。我々の税金で言うてんねん。その通りでございます、すみこさん。あの、私たちの払った税金のお釣りをくださいって言ってる話ですからね。決して甘えてるわけでもないですね。だったら税金払わないよって話になっちゃいますよね。えー、真由美さん。麻生太郎さんは自分たちさえ贅沢できれば良いと思ってますね。はい。国会議員もコロナになっていると議員失格ですね。そうですよね。それはね、ほんとそう思いますよ。 自分たちの同僚が死んでるところでね、お亡くなりになっているところで、全く危機感を感じるところがないということですね。えー、大福太郎さん。早かれ遅かれ、寿命は短いぞ。うん、確かに。麻生本当に一日も早く退陣してもらいたい。こんな人が財務大臣いる限り、給付金どころか増税することしか考えてないと思います。麻生さんはね、やっぱり国民が苦しんで、強制労働みたいな、奴隷みたいな暮らしをすることを望んでるんだと思うんですよ。ひどい人ですよね。人相も悪いですね、随分とね。以前はこんなね、 人相じゃなかったんですけどもね。まこまこさん、憎まれっ子世にはばかるの言葉通り、昔の人は本当にうまいこと言いましたね。麻生さんのことを予言したとしか思えないですね。はい、こういうやつが長生き。ねえ。だってね、貧しくて、若くしてね、20代、30代で命を絶つ人もいれば、憎まれっ子世にはばかるではないですけども、権力を欲しいままにしてね、その座に居座り続ける、この麻生太郎って人もいるわけですよ。理不尽ですよね、世の中。私たちは何かこれでできないんですかね。下克上とかね。 はい次、えー、瀬川さん「所詮麻生は金持ちボンボンだから貧困層の気持ち一生分からないでしょうね」と毎月の催促のハガキに胃が痛くなり特則かあその場しのぎで払えてもまた次の税金そのお税金で麻生ほか著の政府は左打ちわで世間を見下ろしているんだろうなはいそうなんですよ悔しいですよねこの税金っていうのはねうんやっぱオーブン負担といって 税金が払って暮らしが苦しくなる人からは徴収しないっていう風な制度に変えてもらいたいですよねで。強制徴収なわけですよ。それこそ所得の低い人も高い人も。高い人は払っても生活に傷がつかないんで、あの、増税にそれほどまでアレルギー反応はないんですけども、やっぱりね、平均年収を割ると税金っていうのがもろに来ますよね。うん、だから税金って本当は徴収しなくてもいいはずなんですけども、 これが財源になってるわけではないですからね。国債発行ってものをもうちょっと私たちは理解して、そして国債を切ることによって、徴税分の足りない部分を賄うというね、そういう風なあ話に持っていかないといけないのかなと思います。もっともっと私も勉強します。えー、カオルさん。本当に麻生のせいで、私たちは幸せな生活を送れない。その通りです。本当にムカつくわ。国債発行してよ。本当ですよね。私が、ね、財務大臣だったらね、国債バンバン発行しますからね。もちろんインフレンターゲット2%から3%合わせてですけども。 はい。まさかりさん。麻生一度くらいは全裸モードにて、ベーリング海峡でカニ漁をさしてやるかということです。<laughs> いつもね、斬新な、ああ、いいですね。どちらも生ライブで世界発信ありのコース付き。いや、これね、なんとか実現したいですね。えー、クリアさん。麻生本当に最低。はい。麻生財務大臣、個人には分からないですけども、個人としてはね、いろんな愛するべき点があるかもしれませんけども、この人が財務大臣になると、あの、日本国民が、 貧乏の末死に至るってことが続出しますんでねまああの盗賊みたいなもんですね権力を持った盗賊ですひどい話です、えー、深堀さん麻生財務大臣これだけ国民を苦しめて楽しいですかってこの人ね楽しんでるんですよ本当にもっと頭を使って財務大臣らしきことをして国民のことを考えようと麻生財務大臣も80を超えてるんだからこれ以上国民から嫌われずあなたの好きな漫画喫茶にでも行って生涯過ごすことそうですね漫画喫茶続々と潰れてますね今ね コロナ禍で満足な保証もないからでしょうか。えー、イクミさん。ああ、これ、お怒りの顔が出てますね。アスキーアートで。はい、ナルセさん。麻生さんの金じゃない。麻生さんが国民の皆さんも苦しめている。史上最低最悪の財務大臣です。そうですね。最低最悪サイヤ人みたいなもんですよ。麻生サイヤ人ですね。これはね。えー、これを、巨城さん。巨城さんでいいんですかね。えー、素敵な名前ですね。巨城花城。おぉ。 すごいですね。給付金が欲しいですね。欲しいですね。どんどん発行して欲しいですね。ええー、あ花、か、なんて、んて読むんですか、これ。花城、はめまして。コロナの検査だけで3万円もかかるのに、払えない人もいっぱいいるのでは、そのうちに手遅れになることも。もう今、現状手遅れなんじゃないかなと思うんですよ。もうね、検査を受けに行って下手に陽性だったら生活が拘束されるから、あの、受けに行かずに、陽性でも陰性でもないよっていうので、 まあ、現状を持たせてるところなんじゃないかなと思いますね。そういう人たちが集まって感染を広げて、そして、えー、感染が発覚した時には、それ即クラスターみたいなね、そんな現象が起きてるんじゃないかと思います。はい、今日もね、えー、いろいろとコメントいただきましてありがとうございました。皆さんと一緒にこれからもね、いろいろと考えていきたいと思います。そして、コメント欄でね、えー、争いを起こさないようにしていきましょう。あの、ご自身の主張は、あそれでいいと思うんですよ。ご自身の主張と違う人の主張が、 うん、もしね、ありましたら、両方とも OK なんですよ。両方とも OK でいいじゃないですか。まだ何、何一つ結論は出てませんしね。そして、あの、立ち位置によって見える景色は違いますから。ただそれだけのことなんですよ。山の向こうから見てるのか、山のふもとから見てるのか、山に背を向けて見てるのか、すべてが現実です。 だから、自分と違った景色が見えるから、お前は間違っているんだっていうのは、そういうふうなのはね、あの、やっぱり私の考えにはないですね。えー、ですんでね、何か誹謗中傷したいということであれば、ご自身のアカウント、ご自身のウォールで、えー、十分されたらよろしいかと思います。それでは以上です。